では土俵台のタイトルの文献紹介を丸山が発表を行います。ではじめに、概要です。ここの論文では質問応答システムっていうのを扱っていくんですけど、質問応答システムが、高い精度で回答するためには大規模な知識ベースっていうものが必要になってきます。ただ、小規模の知識ベースしか持たない言語っていうものもあって、でこういう場合は、その小規模な知識ベースしか持たない言語を、一回その大規模な知識ベースがある言語に機械翻訳をして、でその中で質問応答するっていうような言語横断質問応答っていうものを用います。で、機械翻訳っていうのは、その人間の直感に相関するような評価尺度っていうものを用いてるんですけど、それが必ずしもその言語横断質問応答で機械翻訳するときに、その質問応答システムに適した評価尺度になっているとは必ずしも限らないっていうことが考えられます。でそこで、この研究では、複数の評価尺度っていうのを用いて、質問応答の精度とその、言語横断する時の機械翻訳の翻訳精度との相関を調査します。でここでの質問応答っていうのはファクトイド型質問応答といって、情報源から回答を検索することによって実現する質問応答システムっていうものを考えています。でここで調査することは大きく2つで、1つが言語横断質問応答に対する翻訳結果の影響と、その言語横断質問応答に適した翻訳ができるかどうかっていうのを調査します。で、初めにその翻訳結果がどのように言語横断質問応答精度に影響を与えるかっていう調査で、概要がこの図に示すようになっています。で、流れとしては初めに、理想的な英語の質問セットっていうものがあって、それを、人間が日本語に変換します。でその日本語できた日本語を、それぞれ、いろんな機械翻訳機に入れて、で、その翻訳された英語の、質問セットっていうものができます。でそれを、翻訳まず、翻訳、精度を評価して、で今度は質問応答システムに入れて、その応答の、精度を見て、でそれぞれの結果を比較して、相関を知るっていうような流れになっています。で翻訳を、このデータセットは、その理想的なその英語の質問セットっていうのがこのフリー917っていうもので、でこれを、日本語に変換したのが、この表の下の表に示す JA っていうものです。でこれを、翻訳機に入れて、これを、翻訳機に入れるんですけど、その、一つが人で、翻訳したやつで、あとはもうは、商用翻訳システム、Google と、Yahoo のシステムを使った場合と、あとはフレーズベースと、あとツリー・トゥ・ストリングの翻訳の、5種類の翻訳結果っていうものを作って、データセットはそのクエスチョンが、日本語と、それを翻訳機に放り込んだやつと、その質問に対する結果の、こういうデータセットになります。で質問応答システムは、このようなものを用いていて、大きく、3つの、作業をしています。で例えば、この例文のように、Which college did Obama go to っていうやつがあったとして、初めに、アライメントを取って、このカレッジってやつが、タイプユニバーシティとオバマってやつがバラク・オバマっていうのに対応して、でその質問文中から、一部となるようなエンティティやプロパティを生成します。でそれできたものに対して、そのここではこのエデュケーションっていうので、つなげてやって、でその知識ベースに、入力するクエリを生成して、でこれを、このアライメントとブリッジングっていうのをなんか網羅的にやってって、で
スコアをどんどん振っていって学習させていくというようなものです。で、実験としては大きくこの3つで、まあ、1つが翻訳された質問セットの、まあ、訳質を評価します。このここに当たる部分です。で、もう1つは翻訳された質問セットを用いて、質問応答を行います。で、それぞれの、まあ、評価尺度から、まあ、関係を見ます。で、はじめにその翻訳された質問セットの、まあ、訳質の評価です。で、まあ、評価の尺度としては、このような5つの評価尺度を用いていて、このアクセプタビリティっていうのが、人間によって、文法だったりなんか流暢性だったりをなんか5段階で評価して、まあ、それを正規化したものがこれです。で、結果から分かるように、全ての、まあ、評価尺度において、人で、まあ、翻訳したやつが高いっていうことが分かります。でまたその、商用翻訳システムをその Google と Yahoo のやつで比較したときに、ブリューとニストでは、Google 翻訳が高くなっていて、ライビーズとあとは人間が評価したアクセプタビリティでは、Yahoo の翻訳機が、まあ、大きくなっています。で、次に、その翻訳された質問セットというものを用いて質問応答を行います。で、表に示すのが、それぞれの翻訳機の結果を用いて質問応答を行った時の精度を表しています。で、結果から、分かるように、そのこの OR って示しているもともとのデータでさえも、まあ、53%、5割程度の、まあ、質問応答の精度しかなくて、まあ、翻訳機を返すと、まあ、それよりも低くなってしまいます。で、その翻訳に入れた時の結果だけで見ると、Google の翻訳システムっていうのが一番精度が高くなってるんですけど、高くなっていて、でその Yahoo のシステムを見た時に、先ほどの結果からそのアクセプタビリティっていうなんか人によって評価されたのは、まあ、Google の翻訳機よりも高いっていう結果が出てたんですけど、質問応答の精度は、Google の翻訳機よりも低くなっていて、で、まあ、このことから人間がまあいいっていうふうに判断している翻訳が、まあ、必ずしも質問応答に適している翻訳とは限らないっていうようなことが分かります。で、次にその質問応答精度とその機械翻訳の自動評価尺度のまあ関係を調べます。で、そもそも元データが半分50% くらいが、正解で残りが不正解となっていたので、その元のデータで間違っているものは、翻訳機に放り込んでも、まあ、間違うだろうということで、それぞれ正解グループと不正解グループにその OR 元データ の、その正解か不正解かっていうのに基づいて分類します。で、その正解グループこれ表に示し 図に示しているのが正解グループにおける質問応答精度のと、まあ、訳質評価の値で、見方としてはこの横軸が、この評価尺度の、まあ、それぞれの値で、左側の縦軸が、その何だろうな質問数の割合で、その折れ線が質問応答の精度を表しています。具体的な、まあ、例としてはこのブリューが、0.2 から0.3 のここだっては、その質問の全体このブリューが 0.2 から 0.3 の、質問の割合は、全体の 30% で、その時の、正解率が35% 付近というような感じです。で、このちょっと見えにくいんですけど R 事乗っていうのが、決定係数っていって、その相関の
大きさを表しています。で、結果から、その相関が強いのはこのニストということが分かります。で、これらの、結果を踏まえて、その自動評価尺度を用いて、その今得られた結果を用いて質問応答精度を改善しようということを考えます。で、方法としては、翻訳機から入力文があって、それを翻訳機に入れて、そこから、なんか翻訳の N ベストというものを取ってきて、その中で、今その質問応答精度と相関が強いニストのスコアを見て、でその一番高いやつを質問応答に使うというようなことをします。で、実験は、翻訳、100ベストから選んでいて、その最も高いニストっていうものを使います。で、翻訳機はこの2つを用いていて、で、この翻訳1ベストっていうのが、その翻訳のランキングでこの一番上に来たやつで、あとはブリューが高いやつと、ニストが高いやつっていうので比較を行っています。で、結果から、このニストっていうのが、他のものに対してよく改善されているっていうことが分かります。で、質問で、このような結果から質問応答精度と、高い相関を持つ評価尺度をに、最適化することで、質問応答精度の高い、翻訳結果というものを得ることが可能です。で、まとめです。で、この研究では、翻訳結果が質問応答の結果に与える影響について調査しました。で、翻訳精度とその言語横断質問応答精度っていうものの両者の関係から、そのニストが一番質問応答精度と相関を持っていることが分かります。また、人間にとっていい翻訳が、必ずしも質問応答に適しているとは限らないということが分かります。で、その高い相関を持つニストっていうものを用いて、最適化することで、言語横断質問応答っていうのを改善できます。で、あとここでは、ちょっと紹介しなかったんですけど、その日英っていう以外のものに対しても、同じようなことをやっていて、それらから、ドイツ語や、中国語、ベトナム語と、英語間で、この内容語を、重視する、ニストとかブリューっていうのの、訳出評価の尺度がその質問応答精度と、高い相関を、持っているという傾向が分かって、一般的なのではないかっていう考えられます。以上で終わります。